ひたすら強さに憧れた。最強は常にやっぱ目指しているんで。決して楽な道ではなかった。まあ、あの日ほど悔しいと思った日はなかったぐらい、本当悔しかったですね。己を信じ、世界一のベルトを巻いた。全てから解放されたような感じでした。新たな道にも果敢に挑んだ。 K1 史上初の逆2階級制、下に2階級制覇ってやってみたいな。格闘技生活26年、誰にも負けない闘争心で四半世紀以上も戦い続けた魂の破壊王。その激闘の半生を振り返る。1989年東京都江東区に生まれた浦部博隆。格闘技好きの父の影響を受け、小学1年生で空手を始める。ボクシングとかプロレスとかすごい大好きだったんですよね、うちの親父が。で、仕事から帰ってくるといつも見てたんですよね、当時ビデオで。当時はやっぱ空手をやっていたんで、空手の試合はよく見てました、はい。で、 K-1 できてからはもう K-1 にどっぷり、もうハマって見てましたね。まあ、本当に男としてどこまで強くなれるかっていうのはすごい憧れましたし、絶対そうなってやろうっていう気持ちは常にありました。天才だなと思いましたね。あ、もう世界行くと思いました、はい。で、僕とかともやってたんで、当時僕70キロでやってて、ヒロまだだって60ないぐらいの時から、それでも全然やってたんで、あ、こいつ世界行くだろうなと思ってました、はい。高校2年生の時、空手のアマチュア大会で優勝を果たすと、18歳でプロデビュー。2008年クラッシュ旗揚げ戦から小足のリングを主戦場に勝ち星を挙げていく。そして2010年初代クラッシュスーパーフェザー級王座決定トーナメントでは、1回戦で石川直樹、決勝で強肩竹内雄二を破り優勝。21歳の浦部が世代交代を強烈にアピールした。こんな結末はすごい、誰が予想した。アドレナリンが爆発した試合でしたね、僕の中で。狙ってるとかないですね。竹内さんとやっぱやってる時ってコンマ何秒の細かい勝負の繰り返しが、まあ一つの大きい試合だと思ってるんで、その細かい勝負のこの駆け引きをずっとやっていたっていう感じでしたね。で、一瞬でも気抜いたらいつでも KO 負けしたかもしれないし、でも全部のその局面で自分は勝ったっていうのがあったんで、結果的にまあハイキックで勝ちましたけど、あの時はもうすっごい集中してたし、全ての局面で勝ったなっていう気持ちあります。嬉しかったですね、はい。ベルトを肩にかけて電車で帰りました、地元の千葉までみんな結構あ、おめでとう、チャンピオンおめでとうみたいな、結構言ってくれたんですよね。小足のベルトを手に入れ、王者として突き進む浦部の前に立ちはだかったのが、トーナメント1回戦で敗れベルト獲得に燃えるベテラン石川直樹。2012年1月の初防衛戦では浦部が先制ダウンを奪ったものの、後半石川が反撃に転じ、判定0対0のドロー。当時は延長戦マストジャッジが採用されていなかったため、王者浦部が初防衛に成功。7月には大沢文也を後ろ回し蹴りで KO し、2度目の王座防衛。そして12月、挑戦者として再び這い上がってきたのが石川だった。もうすごいストレスでしたね。もう石川さんしかいないのかっていうぐらい、もうすごいストレスでした。でも負けるかもしれないっていう気持ちなんか1ミリもなくて、
負けるわけないっていう気持ちの方が強かったんで。第1ラウンド、3度目の正直を信じて疑わない石川が渾身の一撃で先制ダウンを奪う。どうだ、前田健作代表と何か言葉を交わしました浦部。浦部も王者の意地を見せ、第2ラウンド右ストレートでダウンを奪い返す。最終ラウンドは浦部のミドルと石川の膝蹴りが交錯する展開で試合終了のゴング。1月に続きドロー防衛で浦部が振り切り、石川の執念を打ち砕いた。タイトル移動ならず、チャンピオン3度目の防衛に成功です。本当にね、あと一歩っていうところで手に入らなかったので、世代交代的なところは感じますよね。彼と僕は10個年が違うんですよ、うん、まさにね、そうですね、クラッシュの初代王者として彼は歴史を刻んだ、名を残したっていう、乗り越えた嬉しさありましたね。石川直樹をが向かってくるのに対してなんとかその防衛できたっていうのがすごいやっぱ嬉しかったっていうのありますね。2014年に入ると浦部は世界に進出。由緒ある ISKA のベルトを巻き、その強さをフランスでも轟かせた。その頃日本では長い間待ち焦がれていたイベントの開催が発表された。11月3日、新生 K1 旗揚げ。間に合ったなっていうふうに思いましたね、はい、こっから本番だなみたいな、こっから、自分が、ね、夢見せた舞台にやっと足突っ込んでやれんなっていう、そういう気持ちでしたね。11月が確か65のトーナメント で次は60っていうのを、まあ、聞いていたんで、全然そこはもうなんか今すぐワンマッチで出たいというのもなく、もう世界最強トーナメントで1月やるんだったら、まあそこに標準をして、まあ、やってやろうっていう。新生 K1 旗揚げ戦の6日後、浦部は後楽園のリングに立っていた。対戦相手の島野幸太郎は野生の剛腕。ダウンを奪い奪われの壮絶な打ち合いに会場は熱狂のるつぼと化した。島野の猛攻の前に劣勢の浦部だったが、最後は執念の右フックで島野からダウンを奪い大激戦を制した。65のトーナメントがあって、で、まあ、ゲイオが圧倒的な強さで優勝して、まあ、すごいね、みんなも、まあ、大成功で盛り上がってる試合に余韻に浸っている中、まあ、僕の試合だったんですけど、まあ、ちょっと一人忘れてるよっていう、そういう気持ちがあったんで、まあ11月3日に出たやつらより絶対いい試合してやろうっていう気持ちはありました、はい、年が明け2015年1月浦部は満を持して世界最強を証明する戦いに挑んだ。トーナメントには弟荒野の姿も。1回戦の相手はカリム・ベノーイ、ヨーロッパを代表する優勝候補の一角。戦いたいやつだったんで、僕1回戦で当たったカリン・ベノイって、直前で、まあ、弟の光栄が負けているのを僕フランスで見ているんで、ね、こんな強いやつがやっぱり世の中いるんだなっていうふうに思っていたんで、世界一に近づくには絶対こいつが倒してこなきゃいけないって思ってたんで、ちょうどよかったですね。
苦戦が予想された浦部だったが、小膝でカット。さあ流血です。波乱が起こった。1回戦の第2試合すごい流血。飛び膝蹴り一戦、ベノーイの眉間を切り裂き、難なく1回戦突破。準決勝の相手はスペインのハビエル・エルナンデス。1回戦で対戦したベノーイ同様、こちらも優勝候補の一角と言われた強豪中の強豪。エルナンデスの強烈なローキックが浦部の右足を蝕んでいく。思わぬ不敬、いや5番通りか。パンチ左に振る、足が流れた。我慢の戦いを続ける浦部。判定1対0。延長戦もエルナンデスの猛攻に押され、このままトーナメント敗退かと思われた残り8秒。大逆転の一発で浦部が決勝の切符をつかんだ。高野にこう話しました。浦部ひろたか、決勝で会おうぜ。いやー本当強かったですね。狙ってました。あれは僕ちょうど練習していた技だったんですよね。疲れ切ってたしダメージもめちゃくちゃある中で、もう頭の中でよく考えられない状況まで自分の中で、入り込んでたんですよね。その中でなんかもう練習でやってきたことがもう体が勝手に動いたっていう感じがありましたね。決勝に駒を進めた浦部だったが、すでに肉体は悲鳴を上げていた。迎えた初代 K1 スーパーフェザー級王座決定トーナメント決勝戦。相手は弟の高野。1回戦準決勝と連続 KO で勝ち進み、ノーダメージで決勝のリングに上がってきた。ダメージを負っている右足へ高野の鋭いローキックが放たれる。たとえ足が砕けようとも弟に倒されることなど許されない。徹底的に歩きを潰しにかかる。立っていられない。浦部広坂、ひるむか高野。いつか左。兄弟対決を制したのは弟の高野。しかしそこに笑顔はなかった。60キログラム世界最強です、浦部高野。徹底して足を潰そうっていう感じでしたね。もうここまで来たらもう取るしかねえだろうみたいなぐらいの感覚でした。いや完敗でしたね。はい、情けない姿見ちゃいましたね。まああの日ほど悔しいと思った日はなかったぐらい本当悔しかったですね。もうその僕の存在意義というかそういうものが全部失われたような。ダメージとか関係なく結果として負けちゃってるん でその時負けた記録っていうのは10年20年経ってしまえば試合内容なんか誰も覚えてないし、結果だけ残っちゃうんで、じゃあ弟に負けた兄として今後の人生長い人生生きていくのかっていうと、僕はそれに耐えられなかったんですよね。どうしてもこのまま終わらせるわけにはいかない。王者となった弟の前に再び立つまでは。そっから僕人生で一番やった1年でしたね。練習をとにかくもう格闘技にのめり込んだ1年でした。絶対弟に勝ってやろうっていう気持ち、その後クラッシュで世界の猛者相手に連続 KO 勝利。挑戦者にふさわしい実績を積み上げた広高は決意の行動に出た。1月、K1 60キロ級タイトルマッチ、今夜やるしかねえぞ。ぶっ倒す。
決まりでお願いします。あれしか兄弟の直接 そのダイレクトマッチって、しかもタイトルマッチって組まれないんですよ絶対に。あれしかなかったんです。ああいうのやめてほしいですまあ僕もチャンピオンなんで、まあ、やるしかないと思ってました。はい、K-1 の世界チャンピオン1人しかいないので、あのそこはやっぱりちゃんとあの覚悟決めてました。もうずっと覚悟は決めてました。もうやるしかないって。はい、そして K-1 のベルトをかけた兄弟対決による再戦が決定。弟に負けた屈辱を晴らすため、決戦を前にタイに最終調整に行った弘隆。そこでまさかのアクシデントが。現地の強い名チャンピオンたちも一緒に練習してる中、僕一番練習してたんですよね。あのそのジムの中でどんなにきつくても次の日起き上がれなくてもやれたんですよ。そしたら体の方がついてこれなかったみたいで、ブチってやっちゃいましたね。ふくらはぎの筋断裂をやってしまいました。やっとね、あの組んでもらえた試合だったんで、それがね僕の怪我なんかで、ね、流れてしまって、もしかしたら今後ね二度と戦えないかもしれないし、このチャンスもう二度と来ないと思っていたんで僕の中では、まあ、どんな怪我でも絶対、まあ、絶対リングは上がるつもりでした。本当はまあ右足だけだったんですけど、カモフラージュで左も両方どっちが怪我してるか分からないように。万全の状態ではなくても気力で戦う、それが浦部宏隆、魂の破壊王と言われるゆえん。 K-1 のベルトをかけた史上最大の兄弟喧嘩。兄と弟の関係を断ち切り、この10ヶ月間追うものと追われるものに徹した2人。第2ラウンド、宏隆が右足の負傷をこらえ魂を込めて飛んだ。さらに最終ラウンド、たまりにたまった情念を吐き出した。もう嬉しかったのと、ずっと僕の中で緊張感をそこまでね維持してたんで、その緊張感の糸がプチって切れたような、全てから解放されたような感じでした。もうあれしかなかったんですよね僕の中で。僕結構垂直跳びとかすごかったんですよ昔子供の頃から。バスケットボールのリングとかガーンってダンクできるぐらい、掴めるぐらいジャンプ力がめちゃくちゃあったんで、まあ跳び座はずっと練習してました。そして夢のベルトを巻いた。 K-1 の歴史にはチャンピオンしか残らないんですよね。いくら強くても活躍した選手でもチャンピオンになれなかったらもう歴史から消されちゃうし、そういう意味で、やっとその自分の名前を歴史に刻めたなっていう瞬間でもありました。悲願のベルトを手にし王者として邁進すると期待されていた浦部だったが、その後は外国人選手相手に本来の力を発揮できず低迷。まだ倒れない浦部、浦部この選手は強い。僕それ本心で、まあ、話しますけど、いや本当にもう自分の中で目標を達成しちゃったから燃え尽きたっちゃ、まあ燃え尽きたんですよね。
やる理由っていうのがあんまりよく分からなくて。さらに2017年には弟との死闘の末に取った虎の子のベルトも失ってしまう。それまでの気持ちとまた全然違うのが、負けたのにその対戦相手と試合後になんか挨拶とか喋るっていうのは初めてだったんですよね。今まではもう負けたら絶対許さねえっていう、もう あんな野郎みたいな感じだったんですけど、もうまっすぐ帰るって。でもその時はなんかその K-1 のアフターパーティーみたいなのがあって、そこでたまたま会って、いやーなんか強かったよみたいな話はしましたね。でもそんな風に相手を評価してる時点でちょっとある意味格闘家としては死んでたかもしれないですね。そんな中2018年3月、 K-1 年間最大のイベントケーズフェスタで浦部の気持ちを奮い立たせる選手が第4代 K-1 スーパーフェザー級王座決定トーナメントにエントリーした。同門で浦部兄弟が弟分として可愛がるタケル。 K-1 スーパーバンタム級フェザー級と2階級を制覇し、3つ目のベルトを狙っての参戦だった。タケルがね60まで上げてきて、意外っちゃ意外でしたね僕の中では。まあ、でもやったら絶対負けないぞって。本当に兄貴だと思ってるし、家族だ。本当練習以外の時間もずっと一緒にいたんで、あの家族ぐらいのやっぱ関係性なんで、家族とやっぱ殺し合いできないし、僕は試合本当殺し合いの気持ちでやるから、あの家族とそういうのはできないですっていうのを話して、何回か断ったんですけど、こうやくんとかにも相談したんですけど、もうそれは覚悟決めてやるしかないよって言われて、しぶしぶ OK はしたんですけど、まあ、こうやくんにもちょっと話してたんですけど、もし僕が決勝上がってヒロ君も上がってきたら、僕は怪我をしたって言って辞退しますっていうのは本当に話してて、そのつもりでした僕は。最強は常にやっぱ目指しているんで、ここでチャンピオンになれば全部失ってしまったね、そうファンに対しての信用とかも全部取り戻せるなって。トーナメント1回戦の相手は大会前から挑発を繰り返してきた浩二。決勝でタケルとベルトを争うためには突破しなければならない相手だったが、接戦の末延長で浦部が判定負け、1回戦で姿を消した。3-0を持ちまして、僕負けた瞬間にもう絶対タケルのサポート応援とか絶対したいと思ってたんで、ヒロ君の分も背負って優勝したかったし、もともとヒロ君が持ってたベルトだったんで、あのヒロ君の前で取りたかったんでお願いしたんですよね、ヒロ君に、あの決勝はセコンドついてほしいですっていうの。なんかセコンドついてくださいって言われた時に僕一回断ってるんですよ。それがあまりに最近ずっと負けてるから、その負け運みたいのがなんかタケルに移ってしまったら嫌だなっていう、だから俺はもうここであんまりタケルに触れないで、このままこの勢いでどん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 上まで行ってほしいなっていう気持ちがあったんですよ。だから俺みたいにもう負け運がついちゃった人間はなるべくもうタケルのそばにいない方がいいなっていうふうに思ってたんで、うん、でもそんなだけ、まあタケルがそこまで言うならっていう感じで僕つけました。うん、これ俺手ベトベトになっちゃうからさ、ダメ。浦部の思いを背負ったタケルは見事な KO 勝利で K-1 史上初3階級制覇の偉業を成し遂げた。優勝してすぐもう僕誰よりも先にヒロ君とこ行ってヒロ君の代わりに取りましたっていうのに、その時本当嬉しかったですね、めちゃくちゃ。当時そのチャンピオンになるまではもう他の人がチャンピオンになって注目されるのも納得いかないって、絶対もう一番じゃなきゃ納得いかないって気持ちありましたけど、
その頃になってくるとタケルもコウヤも、まあ、活躍すごいしてて、でそれにすごいなんか嬉しかったっていう気持ちの方が強かったですね。浦部に現れ始めていた心境の変化、格闘家として新しい挑戦が必要、そう察知したのが弟のコウヤ。タイトルとしてもいいと思います。タイトルとしても、うん、圧倒的に勝てると思います。みんな上に2階級制覇、3階級制覇ってしていきますけど、僕は逆に下に行って2階級制覇って、これ競馬史上初だなって思って、あ、それ面白いなと思って。フェザー級転向後の初陣となった11月の芦沢流星戦では、浦部らしい見事な KO 勝ちを見せ、2階級制覇へ向けベルト挑戦をアピール。そして2019年3月、村越裕太の保持する K-1 フェザー級のタイトルに挑戦。もう見切られましたよね。しかし浦部の攻撃は試合巧者の村越に完璧に見切られてしまい、判定負け。それでも2階級制覇に執念の炎を燃やす浦部は、村越が階級転向で返上したフェザー級の王座決定トーナメントに出場。1回戦を左ハイキックで勝ち上がると、準決勝では当時18歳のタイの新鋭ジャオスアヤイと対戦。先制ダウンを奪われるも、ベテランの意地を見せ右フックでダウンを奪い返す。ここを乗り切ればベルト獲得に王手をかけられたが、結果は延長、判定負け。2階級制覇の夢が絶たれてしまった。ラストチャンスだと思ってました、僕の中で。はい、もうね、全然落ちなかったんですよね。若い頃ってなんか無茶して落としても次の日には回復しましたけど、その時ってもう回復しなかったんですよね。足に来ちゃってるし、なんかもう体重も胃がやられちゃって、体重ももう戻んなくなっちゃってるし、若い時とのその体の感じ方はだいぶ変わりましたね。フェザー級自体が僕もう弟には言ってたんですけど、まあできて1年だなって言ってたんですよ。で1年以内に取れなかったら階級戻すっていう話はしてたんですよね。トーナメント敗退以降も減量に苦しんでいた浦部は、去年スーパーフェザー級に階級を戻してリングに向かったが、満足のいく結果は得られなかった。まだレフリーは、まだレフリーは動かない。いや、本当にもう勝負の月が尽きてしまったっていう瞬間でもありました。いろんなことに全部疲弊しちゃってて、その減量から試合から、うん、でまたよし、そろそろ頑張るかとか、それかもしくはもうやめてしまおうかとか、そのぐらいのなんかその葛藤があったんですよね。はい、戦いへの情熱が冷め、引き際さえ考え始めていた今年、相対したのが島野幸太郎。島野とは7年3ヶ月前、クラッシュの王座をめぐって壮絶な試合をした間柄。小手先のテクニックに頼らず真っ向から倒し合う。そんな試合ができれば本望。いや、絶対に勝てるっていうよりは、うん、やっぱちょっと不安要素も結構あった試合でしたね。なんかそれっていうのも、まあ言っていいか分かんないですけど、まあなんかこれ最後にしようっていうふうに思っていたんですよね。この島の戦を最後にやめようと思ってたんで、だから練習も出し切って、試合でも出し切ったらもうやめようっていうふうに思ってたんですよね。でも最後は絶対勝って、うん、勝ってもう気持ちよくやめたいっていうのがあったんでね、本当は。
だそういう絶対勝たなきゃ絶対勝たなきゃっていうそういうなんかプレッシャーありました。はい、広隆が連絡来てもう最後にするんで勝っても負けても最後お願いしますって言われてでセコンド入ったのもあるんですけど、はい、それが印象に残ってます。はい、2月27日万感の思いを胸にリングに上がった浦部。バックを右のストレートパンチで返していくのが浦部です。これがラストファイト。王座陥落後の喪失感を吹き飛ばす魂を込めた浦部の攻撃。右からストレート。しかし第3ラウンド島野の剛腕が浦部を襲った。右クロス、右クロスですよ。左のジャブに対してのクロス。島野だ、島野だ。いや島野の右クロス初めて見たわ。相当効きました。実はそんなゆたり強いタイプじゃないんですけど目が良くてガンガン自分から攻めてますけど微妙にこうずらすのがうまくて一ポイントずらして吸収したんですけど今回はもう全く見えてなかったですね。はい、もうもろカウンターで直撃だったんで立てなかったですね。やっぱこういう終わり方もあるのかなって思いましたね。はい、くそ、やっぱ気持ち入ってましたね。まあ、最後勝ってほしかったですけどね。勝ってほしかったですけどやっぱりなんか僕もスッキリしたというか、心に響きましたね僕も。はい、覚悟みたいなのやっぱ試合見て感じたし、この数年のヒロ君の試合の中で多分一番もうガッツガッツいく、本当なんかデビューヒロ君のそのデビューした頃っていうかクラッシュのチャンピオン K-1 チャンピオン取ったくらいの時のそのイケイケなヒロ君が見れて大満足じゃないですけど、あの時のヒロ君が見れたっていう嬉しさがあったんで、勝ち負けっていうよりかあの試合はなんかまあ負けちゃった試合だったけど、僕の中ではなんか僕が点数つけるのもおかしいですけど120点のヒロ君の試合だなっていう、お客さんとして見たら最高に面白い試合だったなっていう。7月27日浦部は引退を発表。全部僕の中で大事な時間でした。大切な時間でした。クラッシュのベルトを2度巻き、兄弟対決を制し K-1 の頂点にも上り詰めた。その偉大なチャンピオンがリングを去る。もともと多分喧嘩の延長線上でなんかこうやってきてたような人だったんで、こう闘争心とそのむき出しで、そうですね、気持ちで戦う人だと思います。はい、はい、見てる人が楽しい試合をする選手ですよね。危なっかしい部分もあればなんか爆発的な部分もあって、はい、魅力のある選手だと思いますね。はい、まあ、やっぱ後輩の目のよめちゃめちゃ見てくれるんで、スパーでの徹底的にやるっていう試合と一緒のことをやるっていうと背中で見せてくれた選手かなと思いますね。はい、プロとはみたいな、はい、私生活でも練習でも見せてくれた選手ですね、背中を。はい、本当ずっとちっちゃい頃から格闘技をやってきて、格闘技一筋の人なんで、だからこれからその、まあ、家族の時間もそうだし他の仕事をするにしてもそうだけど、なんかまた違う楽しみ方でそのヒロ君らしい人生を送ってもらえたらいいなっていうふうに思うし、まあ、僕は本当に引退した後も格闘家じゃなくなった後もヒロ君は本当のお兄ちゃんだと思ってるんで、これからも仲良くしてください。お願いします。現役中っていうのはずっと苦しかったなと思ったんですよ。もう本当にデビューしてからチャンピオン、まずそのクラッシュのチャンピオンになるまで、クラッシュのチャンピオンになってから K-1
K-1 チャンピオンになるまで弟とやり合ってた頃ですよね。もう本当に精神的にもやっぱもう常にピリピリしてたし、あれはあれで、うん、あの精神状態はずっと維持できないなと思うぐらいやっぱ、ね、きつい時もありましたけど、でそこからやっぱチャンピオンじゃなくなってから最後引退まで負けもたくさん続いて辛かった、まあ、辛い時期ですよね。辛い時期、あれも僕にとってめちゃくちゃ大事な、うん、期間だったな、大事な時間だったな。なんか終わってみればめちゃくちゃ楽しかったなっていうふうに思いますね。